これ最近、が出たおかげで、ついにレガシーでなんですけど、おお入ってます。レガシー級？レガシー級か。レガシー級。これすごくて、本当に、本当にすごくて。ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。アレルヤメディアの一徹です。タジです。タコマシュウキです。いいです。オタクカーの科学長。今回も逃走者のオタクカード語っていきましょう、はい、なかなか使われないんだろうというカードなんですけども、うん、はい、じゃあ僕からいきますか、はい、やはり最近の赤といえば衝動的ドロー、うんうん、ね、モダンでもね、今赤タンストーブ衝動的ドローをね活用してガン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 流行ってるじゃないですか、うん、はい、衝動的ドローをもっともっとたくさんしたい、うん、そんなカードに送るカードがこちらです。チョコ嵐。こちら、ライブラリの上にあるカードを2枚通報して、うん、交ターンするならをプレイしてもらう、うん、っていうカード、はい、まあ2マナです。まあ2マナ操作に普通じゃ普通か。ただまあちょっと弱くない、うん、交ターンにしかプレイできない、うん、まあそうだね、っていうカードなんですけど、なんと犠牲1がついてまして、はい、1パワー1以上のクリーチャーサクッとこいつをコピーできるんで、うん、交ターン限定で4枚もプレイできる、うん、2マナで、うん、確かに。どうだろう衝動とかね、うん、連の決意とかは次のターンは使えるけど2枚しかめくれない、うん、こいつは交ターン限定だけど最大4枚いける、うん、意外とみんなこのカード知らないんじゃないかなと思ってました、うん、なんか最近なんかこういうカードでめちゃくちゃアドバンテージ取るようになったから、うん、どん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 こういうカードも入れたいし、あと追放力がつなることによってアドバンテージを入れるカードって結構あって、ね、うん、クロスターとかね、うん、追放力がつなげると宝物を取るのもあるし、うん、俺がよくこれ使ったのはピアナラス、うん、あ、追放力からカードプレイすると11の非公開トークが出るんだけど、これとめちゃくちゃ相性が良くて、サクレも、そう、あの非公開トークって11非公だから、その出てきたトークをこれサクることによって犠牲に唱えることができて、うん、またトークが出てきて、はいはい、アドソンなしでどん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 カードをね展開することができる、うん、まあ、やっぱりこれが2番を使ってこのターン中にしか使えないってことなんで、結構序盤のターンには使いづらいんだけど、うん、後半このカードがめけるとめちゃくちゃあったかい気持ちになる、うん、まあそうね、めちゃくちゃまだ余ってるからそっから4枚できて一気に逆転させみたいなことが結構できるっていうね。いいっすね。ナイス。みんな話すことないか、もうすごすぎて。パワー1作ってコピーできるのがすげえ偉いなと思って、うん、なんか俺も最近アクキーマグヌスをハマってるんで、そのあれもインスタントソーサリーとあのクイッチャートークンをテーマする JR なので、ぴったりだなと思って、うん、入れてますか。いやまだあのデッキいろいろ考えててまだ実践してないです。入れてください。わかりました。今のいや、ユーカペの暗号もでもさ、これ最近のさ、最近のスタンダードはこうにしたあまりにも知られてなさすぎない。まあまあそうだね。やっぱね、次のターンまでって他の書いてあるんだよね、やっぱり。うん、あとこれ別にコモならもっと使うよ。あ、コモンだったら、うん、そう、パウパーとかも。なんか不遇な存在すぎる。なんでアンコモンやってしまったのか。無謀なる衝動も連の決意もアンコモンなのに、こいつアンコモン。なぜなんだこいつだけ。サクって4枚めくれるとはいえ、うん、あ、ここでもいいなと思うけどね。そんな不遇なショコ嵐救ってあげてください。以上です。はい、一定さんお願いします、はい。まあ、世の中には2マナから1マナ出るマナアーティファクトっていうのがいっぱいあって、うん、タリスマンサイクルだと、うん、無色しか出ないやつだと精神石とか、うん、強いね、うん、じゃあ一定さんが紹介したのはこの中の最強の、いやもう最弱と言ってもいいんですけど、はい、最弱。いかんせん、コジレック野郎っていうのは、もう最弱でも何でもいいから、とにかく、パトロの強化者を打ち消したいから、今のカードをパンパンに詰めたいし、うん、で、なおかつそれでマナが伸びてほしいから、はい、その精神石とか思考の器とかパンパンに入れていくんですけど、はい、片っ端からね。そう。その中の、まあ、最後の1枚というか、はい、もう限界すぎる1枚、はい、それがこちら、砕けたパワーストーンです。うわぁ、はい。俺あまりに弱すぎて、うん、なんかみんな EDH やってて、うん、まあ当時2マナファクトカードってそんなになかったじゃないですか、うん、これも入ってたんですけど、うん、みんなカード弱すぎて、うん、ふざけたかわすぎてそう、これどういう能力かっていうと、うん、2マナで一応アンタップインしてタップすると無色マナが出るんですけど、うん、もう一個能力もう一個もある、うん、なんと起動コストタップするだけです、ね、精神石だとさ1マナ払ってワンドローできるじゃん。そう、あと思考の器だったらね、手札条件なくなるから、うん、まあ、すっげー嬉しいよね、うん、このパワーストーン何してくれるのかな。次元ダイスを振ります。そうなんよ、これ次元ダイス振るせいで暇だとダイス振れよって煽られる。何もやることないからタップします。次元ダイス振ります。これどういうことかわからない人もいると思うんですけど、その統率者戦の特殊ルールでプレインチェイス戦っていうのがあります、うん、で僕らも動画で1回やったんですけど、はい、その統率者戦を遊びながら今みんなはこの次元にいます、この次元にいるからその次元特有のこういう効果が影響しますみたいなのがあって、うんうんうん、いつもと同じデッキなんだけどゲームが全然変わったゲームになっちゃう、うんうん、
追加効果が常にあるみたいな状態で統率者をやると。そう、みんなマナを払うと次元ダイス触れたりとか、ターン禁止処理であるアップキープだったかな、うん、とかで、次元ダイスっていうのを振って、その結果次第で別の次元に行ったりとかするんですけど、うん、なんとこいつはそれとまた別でタップするだけで次元ダイスを振ることができると。すげえ。プレインチェイス戦だと結構強いカードだと思うんですけど、統率者戦だと何にも起きない、まあ、次元カード使わないとちょっと役立たないよね。そう、だから当然誰も使わないし、うん、なんならこの次元ダイスとか統率者戦には普通ないから、これ使っちゃいけないカードだと思ってる人もいるんですけど、うん、あでも別に使っていいんですよ、煽られるだけだけど、うん、でも世の中のこじれっく野郎たちはみんな真剣にこれを使ってるから、まあそれはだって、もう1枚でもマナファクト増やしたから、2枚で1枚出るファクトが重要だもんね。そう、大事だね。やっぱ一旦目にイニシエの墳墓置いて、これを置いて、うん、で次のターン途中いたらもう4マナ使えてスラーの発電機を置いて、次のターンはこじれっく出そうだなみたいなことをしたい、はい、2マナファクトはすごく大事、うん、だからこういう限界なカードを馬鹿にされながら入れる。神ケツとかで真剣に僕が墳墓ひねって砕けたバーストを置いて終わりですって言ったら、相手がちょっと見ていいですか、これ日本語で見ていいですか、プラナーダイ、プラナーダイ、なんだ何が起きるんだ、ソーサリータイミングでしか使えないことだけは分かる、何が起きるんですかって言われて、次元ダイスを振ります。ジャッジ呼ばれたことあります。いやそうだよ、ジャッジ呼ばれる前に何もしませんって言ってください。いや本当に何もしないんだよ。本当に何もしないんだけど、マジダイス振るだけで。これね、今はさ、まあ、アイレンクラックとか、うん、まあ、結構増えたじゃん、その増えました、思考の器とかない時代もあったから、うん、そういう時に青茶炭とか単色デッキは絶対これ必要だと思う、うん、そう、西江の時代だね、うん、だからもう昔は苦労したんですよ、うん、今若い子たちは甘やかさんで、そうそうそう、かなり便利なカードばっかり使ってますけど、うん、喜んでた、真っ白の時代は、真っ白の時代はこれで、ね、喜んでたんだ。よかったよこれ、うん、これ出た時に、おっ、2マナファクト増えた、やったって言ってたんじゃん、わしらは。そうだね、しかも単色はね、ハリさんとかないから、そう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 、印鑑も使えないから、そう、何もない、うん、はい、というわけで、僕のコジレックでもこれ、大真面目に使ってます。皆さんのコジレック、あるいはひょっとしたら、うん、その単色デッキでもっとファクトを増やしたいなっていう人とか、うん、ひょっとしたら活躍のチャンスがあるかもしれません。次元ダイス必ず忘れないようにしてください。はい、砕けたパーソンです。こじる野郎がどんくらいその、うん、鳩場に憎んでるのがね、ちょっとわかるの、うん、あ、そう、てかみんなに責められる、お前ファクトならんだから鳩場を超えましたらこんな強くなるんだよって。そう、はいはい、わかりました、受験しますよって頑張っちゃう。大変だね、大変なんですね、こじる野郎って。しかもこれ並べてる時にさ、こじる出ない間に鳩場出てくるとさ、こいつも鳩場の餌になるからさ、そうなんかいいんだか悪いんだかみたいな。お前がダイス振ってる間に熱かったからもう出てる。続いて大進お願いします、はい、今回紹介するのはこちらです。ピンクホラーです。日本語のピンクホラーです、うん、オアハマー 40K で川です、うん、まずこの背景からちょっとみんなに教えたいです。このピンクホラーってどういうものです。これがね、ケオスの中に住んでる4種類強い悪魔の中の1人のしもべです、うん、ティンチという、魔法とのずる賢い子供をやりたい、でその中の悪魔の中にこいつはしもべとして人間の前に現れて、そのこの神の真理をみんなに布教しようとする悪魔です、うん、で能力と関してはこいつゲーム中でも死んだら分離するんですね。あのオハマってそのコマ使って戦うゲームじゃないですか、うん、そのコマも相手に倒されて死ぬんですよね、うん、で死んだら後ろポケットから新たなコマ出して分離したって言いながら、こういうことができます。2個になります。ワームとブルエンジンみたいな。イエス。で分離してる子、あの悪魔がブルーホーラーです。全く能力がこのカードにもついてます、このクリーチャーが死んだらブルーホーラーという22のクリーチャーをトークンを2体生成します、はい、これがその能力1です。もともとは5マナ44でそれが22のブルーホーラーピンクホラーからブルーホーラーが2体、さらにそのもう一つの能力が、自分がインサー操作のキャストする時に好きなタビトで2点取られます、で分離したらその能力も分離してます、1人ずつ1点になります。ピンクホーラーと2点だけどブルーホーラーと1点を与えると、はい、でブルーホーラーが2体いるんで実際軽くは落ちない、というのがそのウォーハンマーのテーブル上のゲームに全く同じのフレーバーが味わえる1枚です。
これ結構じゃあウォーハマー知ってると結構味わい深いカードだ。いや俺が最近ちょっとハマっててこれ見た時めちゃくちゃいいじゃんと思って、しかもゲーム中一時期こいつめちゃくちゃうざくて、うざそう、そう考えてください。うざそうだったのか。そうできない。ウォーハマーその EDG じゃないんだけど、うん、その同じコマいっぱい使うんじゃないですか、うん、この例えばこのピンクホラー30体場に机に出してて、うん、みんな戦って、ピンクホラーいっぱい死にまして、で、倍のブルーホラーがバーって机の上に置いてて、お、うざっと思って、こういうのは絶対あるんです、うん。で、これもね、EDH で全く同じフレーバーが再現されてて、うん、1枚だなと思って、うんうん、ただ私、同じそのオーハンマーのジェネラル、赤きマグナスを最近組もうとしてて、うん、その、ストーリー上結構大事な人物なんで、そのな同じティンチの、まあ、しもべっていうか、まあ、陣営の人ですね。でその中に、まあ、それでフレーバーデッキもこれ入れたいんじゃないですか、うんうん、こういうインスタントソーサリーをフィーチャーして、あ、もう何ですね、能力ちょっと説明させて、うん、自分のまずソーサリーインスタントがトークンの枚数分、クリーチャートークンの枚数分1万の軽くなります、うんうん、あと本体が人に対戦相手にダメージたったらその22のトークンをステージすることができます、うん、まあ噛み合ってる能力なんで、うん、これもまさに噛み合ってます、うん、クリーチャーが死んだらトークンが増えて、あの本体の能力でインスタント操作で軽くなって、で唱えて軽くバーバーバーって飛ばす、うんうん、みたいなカードです。このピンクホラーとブルーホラーになると11飛ばすようになるから、ゲージホンスターンとかさ1点を3点するやつ、うん、結構相性が良さそう。でもその知らないと2点だからね。うん、あとゲルサムにも相性が悪くて一応結構使用率高いんですけど、うん、そのまあちょっとうまく探らなきゃいけないです。あ、じゃあこれをさっきので、え、食話で探って、え、2体にして2体にしてゲルサムスタンでピュッシュッ、しかも4枚アドバンテージを取って、さらにインスタント操作で唱えて軽くなってるからコンボしてる。確かにすごい。あ、いいじゃんめっちゃ。いや、いいと思うんですよ。これ誰、え、地下体すりますけど。いや、振らなくていいっす。かわいそうなんで。そうっすか。話の中に入らないでください。あそこでダイス振ってください。というね、ピンクホラーです。うん、うん。あんまり使用率高くないんで、うん、あと、ウォーハマーのカード出てからもう1年経った。2年か。もう2年経った。うん。2年経つね。2年経ったんで、そろそろまだこの2、300円のうちに買った方がいいかなと思いますね。確かに。うん。今のうちだぞ！らしいっす。公式認定です。ウォーハンマーのカードはやっぱそうなっていきますよね、たまに。そうですよね、うん、ピンクホラーです。はい、はい、最近、テスさん一回そう締めたの、そう、ハンターを厳しくしたの、またちょっと今のうち買う。いや、これが本物です、本物です。これすごい、公式認定です。ギネスと同じ感じです。今のうち認定し、今のうち認定です。ウォーハンマーのカードってやっぱ能力がすごくユニークで、うん、唯一無二感があるものが多いんですよね、うん、で、それでいて、やっぱ名称もマジックっぽくないから再録しにくいですし、なんか名前可愛いけどイラスト可愛くなかったわ。ああ、いや俺から見るとまあまあ可愛いよ、可愛いよ。後ろにもちゃんとブルーホーラー書いてる。だ可愛くはないけど、まあデーモンホーラーもうちょっとデフォルメになったら可愛いかな。これをめちゃくちゃデフォルメしたら星のカービィみたいになるから。ああ、これ星のカービィのカービィ。これカービィってことにしたらコピー能力は目4つあるわ。いいのか、怒られないから。はい、じゃあ続いて、はい、刺激。はい、じゃあ続きまして、またナドゥーカードなんですが、はい、こちら、エルフの牧人。おエルフカード、はい、エルフカードなんとエルフです。おおお、エルフ緑1マナ、1-1。おお、マナ出しそう。1マナ、はい、緑1マナで、キロマタ能力があります。対象のクリーチャーはトランプがあります。はい、はい、ちなみに、これ最近、ナドゥーが出たおかげでついにレガシーでもエルフを組んだんですけど、おお、入ってます。レガシー級？レガシー級か。レガシー級。これすごくて、本当にすごくて。すごい興奮してる刺激。エルフで使うと出すじゃないですか。これ遺産のドリンクとかいるじゃないですか。3マナ。対象ってやったら3枚めくるんですよ。なんとかって。ああ、確かに。3枚めくって、で遺産のドルイドと、イラクサが絡んでると、うん、引いたエルフをこっから浮きマナがプレイするとイラクサが起きてまた3マナ出るじゃないですか、うん、で2マナうち2マナを対象ってやると2枚引いて、うん、どっちだったら場に出て追加で対象取ってでまたエルフを出すとイラクサが起きてなんてひっくり返ります。え、これとナドゥだけで、これとナドゥだとあと盤面のエルフをマナ出るんでそれだけでデッキひっくり返るんでこれとナドゥが揃うと多くに引っかからないグリーンパスが完成するんですよ。ああ、本当だ。まあ、グリーンパスいらない？グリーンパスいらない。おグリーンパスは今まで多くが出てくるといや打ってもカード引くたびにクリーチャー焼かれて相手の遠くがでかくなっていやマジでそうっす、ね、負けかってなったんですけどナドゥはそもそも出した段階で多くが対象取られたらじゃあめくりまーすどっちだったら上に出ます、うん、違うだったらハンディクライマー多く言わしません、うん、でこれを隣に出して起動ってじゃあめくります
で、そのままそうだね、うん、クリーンパスじゃない、カード引いてないけどデッキのカード全部ハンドに加えて盤面の土地全部出して、うん、しかもガイア途中でめくれると、おお、なんと間に出ます。え、張り替えもできちゃう、すごい、対象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 って、対象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 、じゃあもう一回倍やります、まためくれて、お、また増えた、迷わない。え、すごいな、すごい、これ相当すごいです。なんか他のトレイヤーとかに比べるとどういうところがすごい、やっぱりこれやっぱりトレイヤーはカップ必要じゃないですか、うんうん、これ緑1マナ出すだけ、うんうん、しかもナドゥが土地を供給してくれる、うん、でまた緑マナ供給してまた対象に取ってくれる、うん、でなんとアップキープじゃないんで、トレイヤーは一番大事な、一番大事、メインで起動できるし、あとやっぱり相手のターンに当然起動できるんで、自分のターンやり終わったら対戦相手のターンにまた対象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 、あー、そうだね、何回も誘発誘発誘発、マナがある限り何回でもナドゥが誘発できる、そう、しかもねトランプにつくんで、うん、チャンプブロックみたいな、それ、あー、なるほどね、レガシーだと意外と重要で、アロサウルス、合コンしますよ、全部、パンチ、相手、ブロックブロックブロック、トランプ、トランプ、トランプ、あー、アロサウルスとも相性いいんだ、そう、アロサウルスとも相性いい、正真正銘のレガシー級カード、そう、本当にすごいじゃん、これね、結構本当にすごいです、レガシーメジャーカード紹介、なんとこれ、再録されてないんじゃないですか、うわー、これどこ、どこ、どこ、これ、サーガの顧問です、今のうちじゃないですか、今30円ですよ、もう公開時には手遅れかも。いや、もう知れ当たってる、知れ当たってるテクニックかもしれないけど、うん、まあそうですね、知れ当たってるテクニックかもしれないですけど、 EDH じゃなくても、うん、レガシーでも全然ワンチャンあるの、うん、これすごいわ、いいね、これは強く押したいですね、うん、強いです、これエルフでぜひ、あと似たようなカードで緑一万のエルフがいるんですけど、これ対象に取る一修正を与えるっていうのがいるんですけど、うん、そっちは起動型能力じゃなくて緑の呪文を唱えた時に追加で1万払うと対象を取れるっていうカードが、これは結構ナドゥで採用されてたりするんですけど、そっちよりこっちの方が強いんじゃないかなと思う、まあそうだな、明らかにやっぱり、まあ、自分からいけるかも、自分から出して対象取っちゃってめくったカードプレイしてみたいな方がやっぱり強いかなと思って、うん、あとやっぱりクリオレンジャーの能力を使ったりすると対戦相手のターンにマナが増えることもあって、うん、そうするとやっぱり相手のターンにももう一回寝かしてたけどクリオレンジャーでまず対戦取ってエルフを起こして他マナ出して、うん、もう一回対戦に取って2枚カード引くみたいなこともできるんで、うん、やっぱりこっちの方が優れているんじゃないかなと、そうですね、うん、おすすめです、これはすごい、すごい、これは一さんがやろうという幻のフォーマットパオパ EDH のためにこのカード1枚買ってたよ。よかったよ、よかった、よかったかも、よかった、得した。でこれ統率者戦のナドゥでも、うん、その無限マナーが出た時に無限パンプしてくるんですけど、うん、その全体に速攻つけるカードって、まあ、あんまりなくって、うん、実は殴れるの 3,4 体ぐらいしかいませんみたいな、うん、でチャンプブロックされて止まるかと思いきやこれがトランプでつけて殴ってくる、うんうん、ちゃんと統率者ナドゥでも強い、うん、そうだね、めちゃくちゃいい、エルフ偉いわ、まあ、これね、収録時が、まあ、あのモダンホラー3発売明けなんですけど、うん、これがね、公開されるところではどうなってるんでしょうか、もうとっくに手遅れの可能性あるまあ、ナドゥが禁止されない限りは大丈夫でしょう、まあ、多分大丈夫、レガシーはね、多分禁止まではいかないと思う、うん、大丈夫だと思いますけど、どうなるでしょう、どうなるでしょう、ということで、今回はこちらのカードを紹介してきました、はい、よかったら皆さん、使ってみてください、で、面白かったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします、ということで、トロピオスコでした、ハレリアメディアの一徹でした、大臣でした、ガムシュケでした、また次回、バイバイ、今日の負けはこちら、最後までご視聴いただきありがとうございます、よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします、またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください、それでは次回の動画でお会いしましょう。